どうもジョルジカーノです。今日はタラスブルバの年間ベスト10を発表していきたいと思うんですけど、ここで新メンバーを招集したいと思います。まあ、今までココホソヤがねタラスブルバの店長っていうところやっていただいたんですけど、ココホソヤクビにしまして、あの新店長を任命いたしましたので紹介します。マルキさんです。マルキさん漢字ね。こんにちはカタカナでマルキです。よろしくお願いします。お願いします。なんか初めての出演なんで、なんかね前ちょっとね違う名前で登場したことあるんですよね。そうですね。改名したんですよね。改名しました。正式にね。正式で。正式に改名して、正式に新しい源氏名を習得いたしましたマルキで。マルキです。はい、タラスブルバの店長ということで、軽く自己紹介を5秒ぐらいで。はい、あ短今回タラスブルバ、幕張新都心店の新店長に就任いたしました、マルキです。キャンプ歴は、約10年ぐらい、昔は家族で行ってて、今はソロでも、グループでもみんなで楽しくキャンプしてますんで、お店に来た時はぜひご気軽に声をかけていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、緊張してるのでささっとサクッとね、サクッと私のランキングを紹介してください。じゃあもうここからは僕はもうついていくだけなんで、いやーいくい、はい、それでは第10位がこのアルミキャンプチェアですね。見えないですね。見えないですね。このアルミキャンプチェアなんですけど、はい、これ他のメーカーさんになかなかないタイプだと思うんですけど、はい、特徴的なのがメッシュ、座面が全部メッシュです。おメッシュなので特に夏場ですね、座った時に背中とかお尻とか腰あたりが蒸れにくいっていうところが大きな特徴で、夏も使えて春秋でも全然使えちゃうモデルになります。今流行りの平成レトロですね、これが。そうですね、スケルトンデザインつけちゃう、ね、スケルトンデザインね。かなりコンパクトになるので、積載とか重いもの持ってきたくないよっていう方とかにはかなり持ってこいなチェアになってますので、もちろんケースもついてます。ケースもメッシュ。メッシュです。スケルトン全部メッシュです。スケルトンデザイン全部スケルトンです。全部透けちゃいます。なので隠し事とかしても、ね、全部バレちゃいますので、これでご注意は。ご注意はってなんない。で結構特徴的なのがこれカラビナがもともとついてます、うん、なのでチェアの後ろにこうやったケースをしっかりとつけれるので、ケースどっか行っちゃったよっていうことがなかなかないモデルになるので、収納とかの時もすぐここから取り出せるので、かなり便利な作りになってます。これね、いいのがですね、こっちにもつけれるんですよ、ここ横。そしたらここにちょっとした小物が入れれるんですよ。おー、携帯とかちょろっとこう入れたりとかも全然できちゃう。で、スケルトン、そればっかりめちゃくちゃ特徴的っていう。そればっかり。ここに入れてもすぐ何が入ってるかも見えるので、うん、物をなくしづらいキャンプ場では、はい、便利な機能性高いものになります、はい。でこれメッシュなんですけど、うん、冬とかこのメッシュだとちょっと寒いと思うんですけど、はい、そういった時にこういった専用のカバーも一緒に出てます。おこれボア素材の結構あったかめなものがついてるので、もう冬ももちろん使えます。これ1枚かければあったかいです。これいいっすね。これは結構かなり当店でも人気な種類の一つになってますの でもちろんちゃんとタラスブルバのロゴもここに入ってますので、あんまりドカーンって入ってるわけじゃなくて、ワンポイントでちょろっと入ってるっていうところもちょっと可愛みもあって、結構おすすめなカバーになってます。はい、続きまして第9位ですね、はい、ちょっといきますか。これがアルミクーラースタンドですね。 X ですね、これはね。アルミクーラースタンド X。 あーな、改良版みたいなやつですね一応これアルミで作ってる、はい、クーラーボックスとかを置くスタンドになります、はい。で一応これ2段階調整が可能で、はい、一応これが1つ目、ちょっとハイタイプの高さの高いものでずらしてもらうと、これが2個目の2段階システムになりますので、最近クーラーボックスで背の高いタイプもいろいろ出てるかと思うんですけど、そういった高いタイプにも対応してますし、さっきのハイタイプでもちょっと低めなタイプのクーラーボックスでも全然置けちゃうっていうもので、こうやって足を折ってもらうと結構コンパクトになるタイプなので、まあ、ちょっとした隙間とかにも収納できるので収納力も高く、もちろん軽量でアルミなのでもちろん軽量です。
で一応ゴムラバーがここについているので結構滑りにくいっていうものになりますので、置いたまんま蓋を開けてクーラーの中を取り出せることができるっていうのが結構大きな特徴になりますので、はい、これからの時期ですね、春に向かって春夏っていうところでクーラーボックスが重要視されてくる時期にはもってこいの、まあ、キャンプで1個あればかなり便利になるギアになりますので、そうですね、これが抜群に保冷能力が上がりますので、間違いない、底上げしてあげること、特に夏は地面があったかいのでね、ですね、これ1個あるとかなり効果上がりますので、はいはい、これが第9位ですね。9位、続きまして第8位ですね。8位がこのアルミツーリングテーブルですね、はい、一応こちらも先ほどのクーラースタンドと一緒でアルミの素材を使ってます。なのでめちゃくちゃ軽いです、まあ、軽いのでいろんなところに持ち運びも簡単にできちゃうものになります、はい、まあ、結構比較的軽量なモデルのテーブルになるんですけど、まあ、軽量っていうとちょっと強度が弱いんじゃないかとかっていう心配もあるかと思うんですけど、しっかりと4点で止めてるのでかなり安定感は抜群にあります。でちょっとしたものを置くときとかサイドテーブルとかっていうところで使い勝手もかなり良く、でもちろんソロキャンパー、バイクとかで行くキャンパーの方にもかなりコンパクトになりますので、積載とか限られてる方とかにはかなりもってこいのテーブルかなと思います。もちろんこうやってコンパクト、これなんかねちょっと有名なインスタグラマーだったか YouTuber かなが使ってたらしいです。おもちろんケースももともとついてるものになりますので収納していただくと、めちゃくちゃちっちゃいですね。めちゃくちゃちっちゃいですね。テーブルでこれぐらいのケースになりますので、でもちろんここに紐もついてるのでカラビナとか別で用意していただくと引っ掛けと使ったりできるのでかなり便利性も上がりますので、カラビナが好きなジョリーさんでもね、カラビナが好き、まあカラビナ好きですカラビナ好きのジョリーさんでもおすすめかなと思うので、まあ、こういったのがついてます。これが第8位ですね、はい、続きまして、第7位と6位一気にちょっと発表したいと思います、はい、インフレータブルマットのシングルとダブルですね、はい、一応ダブルが7位シングルが6位という、これインフレータブルマットって言われるものの種類になりまして、このバルブを開け開閉することによって空気を入れることもできますし、抜く際も回していただいて折りたたんでいただける、ほぼ自動的なマットになります。自分で空気入れたりする必要性が特にはないものになるので、まあ、どんな方でも簡単に寝る時のベッドが作れるっていう結構有能なものになりまして、はい、まあ、ちょっとこの特徴的な触り心地も結構特徴的で、結構体にも優しく痒くなりにくいっていうところもあるので、ああ綺麗になりますねなんかフロッキー素材っていうらしいですよ。フロッピーディスクじゃないです。ああ、ちょ時代を感じますねでこれ特徴的なのはこれ裏面ですね、はい、これ滑り止め加工が入ってるので、テント内の、インナーテントとかちょっとツルツルした素材のところでもこの滑り止め加工が入ってることによって寝返り打ってもマットが動きにくいっていうところ、これ大きな特徴なので他にないですよね。他にないですね。他のメーカーさんになかなかない素材を使ってますので、はい、使いやすいです。でこれがサイズシングルになります、はい、まあ1人用ですね、うん、大体。でその1個上のサイズが、うん、こちらのダブル、はい、まあ、シングルと見極めていただくと、まあ、約倍ですね。1枚2枚分なので、シングルは大体お一人で使われるのがおすすめかなと思いまして、こちらのダブルは大体親子とか、うん、で2人で寝られたりとか、まあ、お子さん3人とかでも全然寝れちゃうぐらいの幅あるので、うん、ファミリーには持ってこいの、これ1枚とシングル1枚で、うん、最低でもまあ4人ぐらいは使えちゃうかなっていうところもありますし、逆に大人の方でちょっと体大きいよって方とかダブル1枚持ってっていただくとゴローンとできちゃったりするので、はい、日頃の疲れも取れるかなとは思うので、そういったところでダブルもおすすめにはなってきますので、はい、でこれが7位6位でしたね、はいはい、続きまして第5位ですね、はい、5位半分ですね、折り返しですね、やっとやっとです第5位はタラスブルバアルミロールテーブル M になります、はい、これもアルミの素材なので軽量です、
まあ、意外とテーブル重いテーブル結構多かったりするんですけど、軽量にすることによって、持ち運びも楽ですし、意外と強度も強いものになりますの で、うん、で一応これが高さ調節もできまして、一番これがロースタイルのタイプになりますし、でこれが2段階目のハイの高さになるもので、はい、まあ、2段階調整できるので、ローチェアでもハイチェアでもどちらとも対応できちゃうっていうところで、穴壊そうとしてますね。これ無段階よ。2段階。無段階。えい、店長。あ、無段階でしたね。失礼いたしました。まあ、無段階なので、お客様のお持ちのチェアによってこう調整していただけたり、こう地面がボツ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 してたりとか、片方どっか浮いちゃったよとかって時も調整もできたりするので。例えばここに石ころが挟まっててちょっと浮いちゃってるとかだったら、他のところも調整してとかっていう調整もできるための無段階でもあるので、他のメーカーさんにもなかなか無段階調整ってなかなか少ないですね。ないですね。なのでこういったところもタラスブルバの特徴でもありますので、お客様のことを考えて作ってるメーカーにもなりますので、はい、かなりいいテーブルかなとは思います。はい、これが第5位ですね。はい、はい、続いて第4位ですね。第4位、自在ガイロープセット出ました。そうですね、じゃーん、これいいっすよ、僕も使ってますよ。これ結構赤と黒2色あって、まあ、自在金具ももともと最初からついてるタイプになりまして、これロープの長さが2種類入ってるんですよ。うん、これが1つが 3m が4本、うん、で次が 5m のものが4本入ってるタイプになりますので、跳ね上げの際とかのガイロープとしてももちろんお使いいただけますし、最近結構増えてきてるあのハンモックとかで、はい、ハンモックワークとかする方でロープちょっと切れちゃったよとか、ちょっと臨時でもう一本欲しいよっていう時とかにももちろん全然使えちゃう、うん、強度もかなり強いタイプのガイロープになるの で太さが一応4ミリっていうところで、結構まあ太すぎず細すぎずっていうところにベストな幅感のあるロープになりますので、いろんな使い方ができるタイプになります。まあ、赤と黒ってめちゃくちゃかっこいいですよね。うん、僕一番好きな色赤と黒なので。なんか聞いたことある。おっとおっとおっとそう、まあ確かにでも色もかっこいいし、色もかっこいい、ね、あと 3m ロープとが4本と 5m ロープ4本なんで、レクトトラップ立てるのにもぴったりなロープの設定にされてるかなと思います。第3位ですね、はい、シェラカップのサイズが320と630っていうところになります。はい、で、タラスブルバから、シェラカップ結構出てまして、なかなかないですよ、こんな種類出してるメーカー。これが320のサイズになりますね。320なの、意外と大きく見えるっていう、だいたい250ぐらいから300ぐらいが平均なサイズになってくるんですけど、まあこれぐらいのサイズはだいたい皆さん持ってるかなと思いますし、あ、シェラカップといえばこのジョージさん大好き、大好きですからね、持ってますよ。お、持ってますか。これ持ってないこれを、これがちなみにサイズ1リットルでしょ、これ1リットル、ペットボトルの水が全部入っちゃうっていうぐらいのサイズ感なので、あれっすよ、500ミリリットルのコーラを2本入れて、あ、ガブ飲みできますか。なんで500を2つ1リッターガブ飲みはで、なんか駅名とか言ってもらったりしてちょうどね、それできそうなぐらいの髪型になってきたんちゃう。あ、まさかの、あ、サイト見ないなと思ったらここにいらっしゃったんですねそうそう、ランクの順位に入ってるのはこの320と600ですね。これ約、まあ、実質ついちゃうと630になりますね。まあ、600でもかなり大きい方かなと思いますし、これはさらにちっちゃいタイプ。このサイズあんまり他のメーカー作ってないけどですね。好きっすね、このサイズ。かなりちょうどいい、大きすぎずちっちゃすぎずっていうところで、でさらに上がこれが約1リッターになります。1000ミリリットルのものになるので、まあ、ここら辺はちょっとした即席のカップラーメンとか入れたりしていただいて、そのまま直火ももちろん OK なので、これでそのまま焚き火の上だったりガスバーナーの上で調理も全然できちゃうタイプになりますので、かなり他のメーカーにはない特徴的なシェラカップばかりなので、これもシェラカップのステンレスの、まあ、一応マグカップっていう形になってますので、これでもね、よう考えたなと思って。これなかなかないですよね、他のメーカーさん。このマニアックチョボガイ、このチョボガイですよ、このチョボガ、わかります？このチョボ、外から見ると
中がちょっと突起になってるんですけど、こういうスタッキング系のやつって一回ハマって抜けなくなるんですよ。はいはいはい、カポッと一生このチョボがあることでそこまでのところに達しないんですよ。ちょうど隙間ができて、これはマニアック、マニアックですね大量の白カップを持ってる人じゃないとわからない知識まで。こういう長いタイプのやつ、スタッキングのマグとかはそれに陥りがちです。たまに売り場とかでもありますもん、一生抜けなくなったマグハマりすぎちゃってるっていう。そうそうそう、でもこれはそれがないよっていうところと、しっかりよう考えたなっていうところと、これだけの種類を揃えれるメーカーっていうのは今のところないんじゃないかな。なかなかないですね。いろんな使い、全種類集めていただいて、もういろんな使い方ができるシェルカップが集まってますの で、これが第3位ですね。はい、はい、3位です。はい、続きまして第2位ですね、はい、第2位はタラスブルバハンマーですね、はい、これめちゃくちゃかっこいいですよね。これ人気ありますよ。これ見た目がいいもん、まずもう大体皆さんなんだこれって言って手に取るハンマーの一つでもあるので、うん、はい、で特徴的なのはやっぱり天然のウッド使ってるってところ、はい、なので手触りももちろんいいですし、うん、もちろん表面加工もされてるので、うん、持った時の気持ちよさもありますし、ちょうどこの取っ手の持つところもちょっとカーブして作ってるってところもある、うん、手にフィットもしっかりして、うん、しっかりと打ち込みしやすいっていうところ、うん、でもちろん特徴的なのはこの打つところですね。打つところもかなり広いタイプのものになっているので、ちょっとしたペグでもちっちゃいものも大きいものも全然打てちゃう、うん、ペグの、打ち方ができますので、でもちろんこのペグ抜きもしっかりついてますので、かなりこうグイッと引っ張っても重さもパワーもあるので、小さいお子さんでも簡単に全然引っこ抜けるぐらいの大きさのものがついてますので、これはかなり便利な一点かなと思いますので。忘れちゃいかん機能があるでしょ、あと一つ。これ栓抜きもついてるんですよ。わー、さすが。これもうみんなね、だいたい日本のキャンパーの 99.8% が瓶ビールを持っていくっていう統計学がありますもんね最初の一杯の乾杯で瓶ビールみんなでカチャーンと絶対そうですよ ね、 やりますね。日本のキャンパーの 99.8% はみんなもうほぼ残りの 0.2 何してんのかなって思うんですけど、まあ俺ビール飲めないんですけど、あダメだっていうところでも、キャンプに行って栓抜きないっていうところでも、このペグ、ハンマーはあれば簡単にグイッと開けれて、皆さんが美味しいビール飲めますので、そういったところも使える、もう便利な一本、これあればまあ困ることはない一本になりますので、はい、人気なハンマーの一つになりますので、ぜひですね。もちろんこのベルトのストラップついてますからね、どっか飛んでくっていくところもないですし、じゃあこれ長さ調整されてて、ちゃんとここで握れるように調整が、もともと出た当時はね、もう少し長かった、短かった、どっちか使っていく中で皆さんの声がもろ、実はちょっとずつ、ね、あのブラッシュアップされてる商品、皆さんの声が実際に届いてるっていう証拠でもありますね、まあ、そういうのもね、やっぱりこういうブランドのいいところですよ ね、 ね、年間ベスト10の第1位は、1位はなんとこちらです。あー、ベル。違う、ベルではないですね。これベルだったらキャンプってなっちゃいますからね。確かに鳴らしても誰も来ません。注文とかじゃないですからね、これ注文ベルじゃないですからね。はい、失礼いたしました。大変失礼いたしました。第1位が、ペグっていうところで、はい、まあなんだかんだやっぱり今年もペグは入ってくるというところで、はい、一応順位的には、マイティパワーペグ28っていう、これ、はい、これですね。これ単造ペグっていうもので、うん、もちろんキャンプやってる方は今知ってる方も多いかなと、増えてきてるかなと思うんですけど、まあ、単造っていうところでかなり重さもあり、強度もめちゃくちゃ強いペグになります。やっぱりペグはテントの命とも言っても過言ではないぐらいになりますので、うん、まあ、これ打たないとテント飛ばされちゃったりとか、ボールが折れちゃうっていうところにもつながりますので、まあ、その中でも強度の強い単造ペグっていうところ、これを打っていただくとテントの命もお守りできますし、うん、皆さんの安全にもつながりますので、こういったものをしっかりと一本買っておくことで、はい、キャンプライフがかなり大きくなるかなと思いますし、これもペグの特徴の一つとして、またこれもなんですけど、お栓抜きがついております。これにもそうですよ、だって
99.8% が飲むんやからしっかりと飲みますね。ついてないとダメっすよ、そんなもん。これなきゃ 99% の方困っちゃいますからね。そう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 。ちなみにこの統計にエビデンスはございませんなかなか難しいかなと思いますので、まあこういった他のメーカーさんにない特徴の一つでもあるので、こういったペグ一つとしてもいろんな使い方ができるっていうところもこのタラスブルバの特徴でもありますので、まあこれが第一応1位、数字的には1位なんですが、これ他にもサイズがありまして、この1個ちっちゃいマイティパーペグ20、まあちょっとちっちゃいテントとかにも使えるサイズ感で、その1個上マイティパーペグ38っていうサイズ、約40センチのペグになりますので、まあ、大型タープだったりとかそういったものでちょっと張りが必要な時とかにはこういった長さのあるものを使っていただくとしっかりとした強度が増しますよっていう長さのものになります、はい、で重いやつしか出てないのか、はい、タラスブルバは重いやつばっか出してどうすんだっていう声があるかなと思う中で、同じくランキングとして10位なのがこのアルミラウンドペグっていうところ、これも長さいろいろあって30センチのものもありますよっていうところで、これアルミの軽量な素材になります。でさっきの鍛造と違って先端が丸と四角に分かれてます、まあ丸いので、真上から打っていただいたり横から打っていただいてもしっかりと面で支えることができるってところも特徴的 で赤いロープもついてるので、ペグ抜く際もこの紐に引っ掛けてグイッと上げていただければお子さんでも簡単に抜けれますよっていうところになりますので、ちょっと重たいもんばっか持ってって嫌だなって方はこういったアルミのペグ、もちろんこれも強度も強いものになりますので、そうそう折れる割れるってところはないかなと思いますので、軽さを求めている方はぜひっていうところで、これもなんと、線抜き機能が線抜きは、ちょっとついてないです。ついてない。これはでもう一つ同じくこれがアルミペグの18っていうちょっと短めなサイズになるんですけど、いわゆるワイペグって言われる、そうですね、なのでまあこれも結構軽量なので、ちょっとこれだと大きいファミリー型ちょっと不安かなとは思うんですけど、ちっちゃいテントとかちょっと柔らかいところとかだったら全然させ込めるちゃうサイズなので、コンパクトかつ軽量なキャンプをしたいって方にはおすすめなペグになってます、はい、こう見るといろいろありますね。そうですね、まあ、本当にいろんな需要に応えれるかなっていうような、ペグのラインナップもまあしっかりと短めのものから長めのもの、軽いもの、軽い中でも固定強度の、まあ、回る強度とかの高いものとかいろいろあるんですけど、まあ、特にこのマイティパワーペグに関しては僕もたくさんいろんなペグ使ってますけど、間違いなく強度に関してはこいつ多分最強クラスです、まあ、間違最強っては言えないですけど最強クラス、横から叩いてみたりとかしたんですけど、うん、こいつマジで曲がんないです。他のメーカーのやつとかは曲がったりするものが結構多いんですけど、はいはいはい、曲がんなかったし、めちゃくちゃ強いんでぜひ。で線抜きにもなりますか。線抜き買ったと思えばいいんですよ。そうです、線抜きを買ったっていうところが一番大事ですからね。こちらがランキング どうでした、初めての出演で。どうでした。めちゃくちゃ緊張しましたね、うん、こうやって見るとやっぱりタラスブルバ改めてやっぱいい商品多いなっていう、はいはい、いろんな使い方ができるお客様のことを第一に考え、なおかつ、うん、形もかっこいいものばかりだったりするので、まあ、カラーもちょっと暗めな、まあ、黒とか、うん、そういったカーキとかそういったカラー多いですが、黒赤っていうのが一番好きなので、黒赤ばっかり言うわ黒赤が一番かっこいいです。黒赤が一番かっこいい色だ、はい、世の中で僕の人生の中でも好きなカラーにもなりますので、かなりこれはおすすめなカラーリングばかり揃えてるメーカーでもありますので、はい、もちろんお客様の声もしっかりと反映されつつの、商品ラインナップになってますので、はい、ぜひご利用いただいた際には、はい、感想だったりとか、こここうもうちょいこうしてほしいなとかって意見もちょっと欲しいと思いますので、はい、ぜひそういった意見もたくさんいただければと思いますので、はいはい、今回は年間売れ筋ベスト10ということで紹介いたしました。チャンネル登録 と高評価、高評価ですね、よろしくお願いします。またね。皆さんこんにちは、スポーツオーソリティ幕張新都心店タラスブルバ店長の丸木です。今回はタラスブルバ、僕の中でもおすすめなテントをちょっとご紹介したいなと思いまして、その名もキャタピラーツールームシェルタージュニア2っていうテントになります。実際にここにあるテントになるんですけど、パッと見わかる方は
グラムキャタピラーなんじゃないかみたいな意見もあるかなと思うんですけど、メインのベースとしてはグラムキャタピラーなんですけど、サイズがキュッとちっちゃくなったサイズのツールームになります。2人で夫婦で行かれる方とか、ご友人カップルで行かれる方とか、ちょっと大きいテントいらないなっていう人にはちょうどいいサイズ感のテントがタラスブルバから出ていますので、ちょっと細かく紹介していきたいなと思います。はい、じゃあちょっと早速中ご案内します。でこれ商品名にもある通りジュニア2っていう、前作はただのジュニアっていう名前だったんですけど、今回出てるのがジュニア2っていうところで、前作から変わった点が何点かございます。まず一番大事なところで、メインのフライシートですね。これフライシート、前作は何年加工が施されたシートだったんですけど、今回のこのジュニア2はリップストップ素材を使ってます。耐久性すごい高い素材になってます。なのでちょっと小枝とかが当たってもそんなに切れたり傷がつきにくいような素材になっているので、ガシガシテント使っていただいて全然大丈夫なテントになってます。リップストップになったことによって軽量化が図られました。前作のジュニアが重量が19キロ、ちょっとこのサイズにしてはちょっと重いかなっていうところだったんですけど、今回リップストップの完全なポリエステルの素材になったことによって約4キロ減、重量が15キロっていう、もう結構軽くなってます。なので女性の方でも比較的持ち運びがしやすくなった重さになってます。まあ、一応まあパッと見、まあ本当ツールームのリビングのエリアがあって、インナーの寝るところ寝室があるっていう、もうツールームのタイプになってます。で大体ツールーム皆さん想像していただくと大きいっていうイメージがあるんですけど、このジュニア2は名前の通りジュニアっていうところで、サイズ感が、縦の長さが 4m65、 横幅が 2m60 で高さ180っていう、まあ、ツールームの中でもかなり小さめな方になります。まあ、だいたい2人から3人が、一番使いやすいかなっていう、今一応設定させていただいているのがお二人で使われるような設定になっているってところで、まあ、2人だとかなり余裕持って過ごしていただけるような広さになってます。横幅 2m60 あるので、テーブル1個、チェア2つでクーラーボックス置いたりで、あともうちょっと物置っていうところで置いていただいて使っていただいても、全然スペースはまだまだあるような、サイズ感のテントになってます。今全面メッシュを開けている状態です。で一応これメッシュの部分が多いので、夏場ちょっと暑いなっていう時でもしっかりメッシュ開けていただければかなり涼しく過ごせるような作りになってますので、風の通り道っていうのはたくさん作れるテントになってます。でこれインナーテントは一応吊り下げ式なので外して使っていただける。でインナーテントなしだったら普通にシェルターとして使っていただけるので、デイキャンプとかでちょっと日陰欲しい、ちょっとここでお食事取りたいっていう時とかにはインナーテント外して使っていただけるようなサイズ感になってます。インナーテントなければ6人ぐらいでテーブル囲んでお食事取るようなシェルター型としてもしっかりと使えるようなサイズ感になってます。はい、一応今これコットを2つ入れてます。まあ、これハイコット、ローコット、どちら入れていただいても高さが180近くあるので、かなり上のスペースも広く、ハイコットでも全然窮屈感なく過ごせるようなインナーテントの中になってますんで、ローコットがいいよって方、ハイコットがいいよって方結構分かれるかなと思うんですけど、どちらとも対応できるようなものになっているので、もちろんマットだけで過ごすにはさらにスペースも広くなりますんで快適にお過ごしいただける。でもちろんオールメッシュにこっちもなっているので、全部開けていただければ涼しいですし、冬場とかは全部閉めていただいて全然問題なく使っていただけるようなテントになってます。はい、で一応、まあ、グランドシートも別売りで売ってるので、まあ、この下グランドシートを敷いていただければさらに冷気の防ぎにもなりますし、結露もしにくくなってます。はい、外見ていただくと一応こういったスカートが全部ついてます。冬場とかでも寒さをしのいでいただけますし、一応オールシーズン使えるようなテントになってますんで、夏だけとかじゃなくて冬もちょっと行きたいなっていう方にも全然おすすめできるテントになってます。で一応皆さん気になられるポールですね、一応これが19ミリのアルミ合金のポールになってます。アルミなので結構軽量です。軽量ながらもしっかりと強度はあるものになってますんで、はい、
で一応シェルター型になるんですけど、一応フレーム構造っていうところがトンネル型になります。フレームが 1,2,3,4,5 本、5本通していただいて引っ張っていただく形で設営していただけるので、比較的簡単な設営になります。お一人でも全然立てれますし、二人でも全然簡単に立てれちゃうようなテントになってますんで、初心者の方でも安心して使っていただけるようなテントになってます。一応ルーフシートがもともと付属で付いてます。なのでこのまま使っていただいても大丈夫ですし、ちなみに一応オプションで遮光ルーフシートっていう、一応ブラックコーティングがされたものもオプションで出てますんで、夏場とかちょっと暑いなっていう時はそういったルーフシート別で購入していただいて付けていただければ、さらに涼しさは確保できるかなっていう、結構オプションもしっかりとしているテントになります。はい、一応耐水圧っていうところは、フライシート、フロアシートどちらとも、3000ありますんで、ちゃんと雨でも全然使っていただけるものになってます。前作の場合何年加工だったので、一応耐水圧3000だったんですけど、何年加工でちょっと水しみるんじゃないかっていう声あったんですけど、今回、ジュニア2になって全部リップスストップ素材、ポリエステルになってますんで、耐水圧もしっかりしてますんで、雨でも全然使っていただけるようなテントになってます。もうそこはかなり、軽量化にもつながっているので、そこはいいポイントかなっていうふうには思います。はい、でこのテントカラーが、結構渋めなカラーになってます。キャンプ場行って結構派手なテント多い中でも、逆にこれぐらい渋い方が逆に目立つっていうところもあるので、結構遠くから見てもかなりかっこいいテントになってますんで、どんな年齢層の方でも全然使っていただけるようなテントになってます。これ一応今上にタープ張ってるのでちょっと暗く感じるんですけど、タープ外していただければもう少し明るくはなります。はい、でもちろんオプションの遮光用ルーフシートをつけていただければもう少し暗くはなります。ただ暗いってことは、その分遮光率が高いっていうところになるので、室内の暑さっていうところは防ぐことができるので、そこは、真っ暗だからどうなのっていうところは、遮光率が高いよっていうところですので、涼しく過ごすためのものになりますので、はい、一応ここサイドのパネルなんですけど、これ今まくり上げてるんですけど、こういう感じで跳ね上げもできちゃいます。ただポールがちょっと別売りになっちゃうので、別売りのものを購入していただいて跳ね上げることができます。でちゃんとグロメットもついてます。グロメットついてるのでポールさせていただいて、ガイロープで止めていただければ跳ね上げしっかりできますので、最大で 1,2,3,4,5 面パネルは跳ね上げできますので、かなり存在感抜群になるかな。もう5面開けちゃえばもう本当すげえかっこいい飛行機みたいになりますので、そこを一つ購入した時に楽しめるポイントかなっていうふうに思います。はい、で一応こういった縫い目のところですね、一応シーム加工入ってますんで、しっかりとここら辺も雨とか入ってきてもしっかりと水分を防げるような作りになってますので、そこはご安心いただいて使っていただけるかなと思います。はい、もちろん跳ね上げしてない時は、まくっていただいて、まくっていただいて使っていただけますし、もちろん向こうみたいにメッシュにすることも全然できますんで、結構いろんな使い方ができるかなとは思います。はい、で一応収納時のサイズなんですけど、収納時が72センチ、33センチ、33センチっていうところなので、まあ、めちゃくちゃちっちゃいかって言われたらそうじゃないんですけど、ツールームの中ではかなり比較的ちっちゃいサイズになってますので、積載、車の積載だとかにも場所はあんまり取りづらいかなとは思います。はい、あと付属品なんですけど、一応ペグが22本、ロープ12本、ポールケースとかの収納ケースですね、そういったものがついてます。で一応ハンマーとか横の跳ね上げのキャノピーポールは別売りになりますので、そこは、タラスブルバでぜひご購入いただければと思いますので、はい、で一応まあハンマーは前も動画で説明させていただいたタラスブルバハンマー、これめちゃくちゃいいのでぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回はタラスブルバのキャタピラーツールームシェルタージュニア2というテントをご紹介させていただきました。ちょっと初めて一人の撮影だったのでちょっと緊張しちゃって難しい部分もあったんですけど、このテント本当にすごくおすすめです。他のメーカーさんの中のツールームだとやっぱり大体皆さん大きいツールームばかりだと思うんですけど、タラスブルバこのちっちゃめなツールーム出してますんで、2人
2人とか3人とかで使いたいよ、でも大きいテントいらないよって方には本当におすすめなテントになってます。まあ、一応価格の方は、前作よりは少し上がっちゃってます。ただ素材、リップストップ素材使ってたり、少しそこら辺は価格が上がってしまうんですけど、ただ、他のツールームに比べては、全然お安いですし、サイズ感もちょうどいいサイズ感になってます。大きいテントいらないっていう方には本当におすすめなテントになりますので、お店でも実際に建てれたりもしますので、気になる方は、スタッフまでお声掛けいただければ実際に設営もさせていただきますし、ディスプレイでも出してたりしますので、一度ぜひお店の方にご来店いただければと思います。はい、そしてこの動画の高評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではお店でお待ちしております。またありがとうございました。皆さんこんにちは。スポーツオーソリティまかり新都心店のココアサヤです。こんにちは、ひるちゃんです。さあ、今日はですね、あのタラスブルバからスターウォーズのアウトドアコレクションが出たということで、早速紹介していきたいと思います。で、今回のスターウォーズコレクションなんですけど、帝国軍タイプ。帝国軍っていうのが、あの有名なダースベイダーが帝国軍になりますね。でもう一つ反乱軍、まあ、反乱軍っていうのが、ヨーダとか分かりますかね。分かります、はい、まあ、宇宙の銀河の平和を守るのが反乱軍になりますの、2つのデザインが大きく分けて2つあります。で僕が今持ってるのが反乱軍で、ひるちゃんが持ってるのが帝国軍になります。反乱軍はこういうちょっとカーキっぽい色で、帝国軍はまあダース・ベイダーを多分イメージしてるんだと思うんですけど、黒、はい、こうね、閉じるとこんだけコンパクトになりますので、持ち運びがめちゃくちゃ簡単にできますよね。まずね、でこれを開いてあげるとポップアップ式のランタンになる。ここの部分をポンと押すと、レッド、ブルー、グリーン、この両方光る、両方光ることもできる。例えばね、普段寝てる時とかに、みんなが寝てる中、ちょっと自分だけ起きてトイレ行きたいなってなったら、赤い光。これね、僕山小屋で学びました。赤い光は周りに迷惑かけます。で、USB の充電ができる、充電式にこれはなりますね。そして2つ目、こちら、これも一応ランタンになりますね。これはまず羽をこうバサッと広げていきます。そしたらここにマークが、こっちが帝国軍でこっちが反乱軍のマークがついてる形になります。まあ羽を広げてあげるときは吊るすタイプ、吊るすときで、テーブルで、テーブルトップで使うときはここを閉じてあげればテーブルトップでも使えるというような使い方ができます。ここにボタンがあるので、これをポンと押してもらうと電気がつく形になります。移動しすると緊急を知らせるこの赤色が点滅しますね。はい、そして次、ドームトルーパー、帝国軍のまあ戦士ですね。戦士です。これチューバッカですね。チューバッカ、帝国軍を制覇す、帝国軍と、あとれが反乱、反乱軍、ダース・ベイダー、 C3PO、 おお、 C3PO、 あとヨーダ、ヨーダ、おお R2D2、ボーヘッドね、9種類ございますと。これはもともとタラスブルバの 320mm の、 あのステンレスシェラカップ、はい、メイドインジャパンのやつをまあアレンジしてスターウォーズコラボということで作られてますけど、どの柄が一番好きですか？どの柄、うん、R2 ね、かわいいからね。理由はそこです。これね、 C3PO って何色のイメージでしょう？イメージ黄、
白と金っていう金でしょのイメージじゃない、うん、これ実は C3PO ってこの C3PO が出来たての頃、うん、初期はシルバーなんですよ。じゃあもうこれぴったりじゃないですか。ぴったりめちゃくちゃこれね本物これねスターウォーズ好きからしたらねおーってなるかもしれない。へーあの C3PO が出来たての頃は実はシルバーなんですよ。 金じゃないシルバー。そう。そっから金色になった。好きなのはヨーダですね。これもうなんかねかっこいいのよこれ喋り出すと多分ね止まらなくなっちゃう。ヨーダですね。これ全種類揃えた方がやっぱりいいよね絶対ね。一個っていうよりは、うん、全部並んでる方が。そうそう、ぜひとも全種類揃えていただいて使っていただければと思います。このスターウォーズシリーズからですねテントとタープが発売されております、はい、ここですね。ここ見てほしいんですけど、見てこのスターウォーズ好きなら絶対言える文言、メイドフォースビーブズとフォースと共にあらんことっていうね、これが書いてあります。めちゃくちゃかっこいいでしょ。なかなかない柄ですよね。ないよね柄がね。あんまお店とかでも見たことない柄のテントね。しかもなんか自然にすごい馴染みそうなデザインで、うん、めちゃくちゃかっこいいなっていう。オレンジの柄を。そう興奮しちゃった今個人的に一番好きな色がオレンジなんで、ね、ああそうなんだ。そうだからなんか余計めちゃくちゃこれがいいよね。なんかオレンジのガイロープってあんまないしね、はい、すごいおしゃれ。いいアクセント。そうこのテントの中を見ていくとよっと開けると注目ですよ。ここスターウォーズファンの皆様注目です。どうぞドーンと奥の方めちゃくちゃかっこいいね。すごい。あれはちょっとねやばいでしょ。中に書いてあるから外からは見えないんですよね。何も見えない。中にいないと見えないかっこよさ。しかも結構広い。そう広い。まあ大人4人ぐらいが普通に過ごせるぐらいの広さがあります。ドーム型のテントで設営もめちゃくちゃ楽な。はい。というわけでさっきは反乱軍でしたけど今回こちら、はい、帝国軍バージョンもございますと、はい、帝国軍は全体がブラックでロープが赤という形で、はい、ちょっとさっき話しましたけど黒はダース・ベイダーですね。で赤は、まあ、きっとダース・ベイダーのライトサーベルの色が赤なんでそれで赤なんだろうと。めっちゃかっこいい。でこっちの帝国軍の方はここですね。マークはルール・ザ・ギャラクシーとやります。そして中ですねドーンとーこっちの方がはっきり見える、ね、見えますね。暗いからそうだね暗いから、ね、黒に白だからやっぱり映えるし、うん、やっぱなんかこっちの方がよりスターウォーズが映えて、うん、めちゃくちゃかっこいい感じになってますね。まあね、なかなかないデザインで、はい、まあね、黒はね、黒でね、かっこいいよね。かっこいいですね。外から見たときに、ね、なんか、おーってなります。おーってなるね、はい、なんかで。このテントはどこのブランドなんだろうって見たときにタラスベルバがちっちゃく載ってるから、はい、知る人ぞ知るみたいな感じで、そうです、ね、それがすごい、なんかブランドをあんまり主張してないのが逆にかっこいいなと思って、うん、おしゃれですね。ちょっとぜひですねあのスターウォーズ商品気になる方はチェックしていただいて、はい、お店でご購入いただければと思います。May the Force be with you.